つるの。はい。思ったより頭数が揃わなかったんだな。おっつけすぐに来ますよ。せやったら少し待ちましょうか。いや、敵も大した数じゃない。ここにいるメンバーだけで十分だ。俺としては結構おるなという印象ですが。ジョーリー、我よう来たやないか。お仲間連れて強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしたるわ。いい感じの煽りやな。やっぱ勝ち込みはこうでないと。ああ、向こうも張り切ってるようだ。行くぞ。ギリューさん、船の制御も奪いました。もうキャッスルは完全に俺らのもんです。いつでも好きなとこに動かせますわ。せやけど、ええんですかね。下手したらこの船かなりヤバいことになります。フン。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんねえ。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。
続いてニュースです。大阪湾へ船籍不明の巨大コンテナ船が侵入。海上保安庁の呼びかけには一切応じず、1時間ほどして再び沖に向かって姿を消したとのことです。コンテナ船は世界最大級の大きさとみられ、船橋部分にはなんとお城のような建造物が確認されています。他にもライトアップされた建物が並んでいるように見えます。海上保安庁は船籍不明のコンテナ船が日本近海の航路の安全を脅かす可能性があるとして、引き続き調査を進める方針とのことです。花輪です。ご依頼のキャッスルの動画、先ほど報道に流しました。ああ、さすがに仕事が早いな。助かった。今頃鬼人会の会長へも報告されているでしょう。なかなかいい手です。これで西谷は動かずにいられません。放っておけば彼はキャッスルを世間にさらされて全てを失う。今回の報道がその警告であることも理解するはずです。さて、では彼は次に何をしてくるでしょう。俺に連絡を取ろうとしてくるはずだ。そして西谷にとって、俺と確実に連絡が取れると分かっているのは鶴野だろうな。やはり極道というのは人に嫌がらせをするプロですね。また何かあれば言ってください。それでは。鶴野です。これは西谷会長。俺もさっきニュースで知りました。まさかあのキャッスルが乗っ取られるなんて、ほんまに信じられませんわ。あ、上流、やつがキャッスルの乗っ取り犯？いや、そんな。こないだは確かに蒼天堀で遊んでましたがね、一応客人としてもてなしとっただけで。せやけど、もちろんやつには俺の方から連絡つけます。はい、ほな、そちらの番号に連絡させますんで。ええ、わかりました。失礼します。お聞きの通りで、西谷会長が連絡してくれ言うております。お前はグルだって疑われてねえのか。疑われないわけあります。だとしても、西谷はなんで身内の渡瀬組がこんな動きをするんか見当もつかん。せやから白黒はっきりせんうちは下手なこと言えんちゅうわけや。なら、こっからは短期決戦でいかねえとな。俺らがグルと捕まれる前に西谷を潰す。しくじりや、渡瀬組と鬼人会は正面からドンパシだ。東条会との合同解散は計画倒れになっちまう。ええ、確かにその通りや。